はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのパワプロコレクションガチャを引いていきたいと思います。デビューキャラとして大東くんが登場してます。で、復刻キャラとしてまなみちゃん、さっちゃん、こくじゅくんというようなところで、他にですね、出現割合の方を見てみると、ピックアップ1とピックアップ2の他ですね、このピックアップ以外のキャラとして、まあ、ナヌーク、ナナイ、大高血、風なぎ、みなずき、桜沢までかなが、まあ、限定キャラのね、キャラもちょいちょい登場するようになってます。なごみちゃんからしたら多分いつもの常設だと思います。まあ、そんな感じですね。で、40連のところでバナーの PSR が1枚出るような形になってまして、まあ、一応今回の最大の目的はですね、まあ、国寿くん、まあ、将来かなり使えるキャラになるかもしれないというね、期待がかなりありますので、ちょっと国寿くんの PSR が欲しいなというところで、今回40連目まで引いていきたいと思います。まあ、国寿くんの、ね、PSR 自体は1枚持っているんですけれども、さらに解放していきたいなという感じになってます。で、大東くんも、確認していきますと、一押しキャラとして、まあ、投手の、キャラですね。で、変化球キャラになってて、まあ、当たればこれ大東くんは確定してないよね。そう当たればちょっとテーブルの方とかも、確認していきたいんですけれども、変化球ポイントをね、かなり稼げるキャラになってます。で、金徳が、みなぎる活力ということで、結構珍しい、形になってますと、いうところで、ではまあ単ガチャは例によって引いていきますか。ここは大東くん確定ですね。まあ、R か PR かR めっちゃ普通では、10連目を引いていきたいと思います。ここは SR1 枚確定で、 PR の大徳はおまけでついてくるのか。なるほど。じゃあ、やっていきましょう。おまけだから PR の大徳はもう確定なので、これが SR 以上になることはないので、もう自力でね、このガチャから引き当てないといけないっていう感じですね。お前か。ミキサー祭りちょっと終わっちゃったとこなのよ。で、国寿くん、いいね。まあ、R ではあるけど、3枚入ってる。あ、で、すげえ限定キャラっていうか、ピックアップめっちゃ効いてるな。ピックアップめっちゃ効いてはいるけどさ、なんだっけ、もう名前さ出てこないんだけど、レンジャーのやつ、森川とかだっけ、名前。まあいいや、とりあえずじゃあ20連目、ここも SR は1枚以上確定ということでやりましょう。で、よくよく思ってみると、俺確かまなみちゃんも PSR 持ってて、さっちゃんも PSR 持ってて、国寿くんも PSR 持ってたよね。あ、これは普通だな。普通の SR、 そう、 PSR は持ってるけど、さっちゃん SR を持ってないっていう。お裏がお前 PSR 来たか。裏側ね、まあ、魔術師要員でかなり使えるんですけど、今ちょっとやっぱりね、下火にはなってきてますよね。当時はかなり強かったんですけれども、まあでも使えないキャラではないっていうのと、まあ、将来ちょっと覚醒対象にはなってるので、まあ、アプリとね、同じような流れを取るんだったら、ちょっと裏側鍛えていきたいですね。まあ、せっかく PSR 手に入れたんで。まあ、まだ実装されてない話をするのもなんですけども、やっぱ PSR はね、じゃなくて覚醒は PSR ありきなんで、ちょっとね、SR だとどうしても、まあ、覚醒させるのはもったいない感じがするので、やっぱり PSR を確保しておきたいというのがありますね。次、どこだっけ？あ、30連だ。30連目。書いてあるね。バナーから SR 以上1枚確定という形になってますと。あれ？虹が来た。キラン、キラン、キラン！来ない。キラーンだよね。もう一番のポイントはキラーンだよ。さっちゃん。PSR って結構解放するのきついよね。ほんとに。国寿くんは R がちょいちょい出るな。
さてでは、40連目になりますと、ここはバナーの PSR が確定してますと、うん、まあここはね虹が来るのは演出なんで、まあ、PSR 確定してるからね。1枚、うん、まなみちゃんか。この中だとちょっとまなみちゃんが多分一番使わないよね。というような感じです。まあ、バナーはね、PSR まなみちゃんでしたけれども、ウラカがね手に入ったんで、まあ、ウラカは通常 SR プラゴにはなってるんですけど、 PSR をどこまで鍛えられるかという感じですね。結局 SR45 って PSR と比べたときに、 PSR も45以上にならないと結局 SR プラゴの方が強いんで、なかなか PSR のね出番がないんですよね。まあ、SR が育ってなくて PSR 持ってるよというのであれば、まあ、PSR を普通に使っていけばいいんですけれども、まあ、そこがねなかなか PSR の使いどころの難しいところになると思います。ちなみに大斗くんはちょっと来なかったんで SR、ちょっとお借りして、使っていきたいと思います。で、ちょ、まあ、今回のこっちのガチャは、これで終わりますけれども、ちょうど今日ですね、この野手セレクションガチャの方が来て、でこっちはね、一応まあ見るだけ見ます。もう石がないから引かないけど、こっちのメインキャラはまあしどれみちゃんですね。で一応アプリの方では、バレンタインバージョンのしどれみちゃんが、実装されていて、まあ、もちろんバージョン違いなんで通常のねしどれみちゃんからも、解放はしていけるんですけど、まあ、そのためにしどれみちゃんちょっと集めろよっていうことなのかなよくわかんないですけれども、一応ここも、40連目まで行くとバナー PSR が、ありますというところですね。まあ、メガネ登場もね、PSR、プラゴになるとかなり強いので、まあ、ちょっと別日で、こちらの方は引いていこうかなと思っています。まあ、というわけで、今回はこのパワープロコレクションガチャでした。ちょっと何がパワープロコレクションなのかよくわかんないんだけど、まあ、そんな感じで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。